エジプト第十二王朝。エジプト第十二王朝。紀元前1991年頃引く。紀元前1782年頃は、エジプト中央国時代の古代エジプト王朝。第一中間期を終わらせた第十一王朝に継続する政権であった。その終了をもってエジプト第二中間期の始まりとする見解がある。第十二王朝の初代王は、 アメン・エムハト一世である。第11王朝最後の王メンチュヘテプン世の治世。第2年に王のための石棺の材料を得るために派遣された、遠征隊の司令官の名前が最初のアメン・ムハトであることから、このアメン・エムハトとアメン・エムハト一世が同一人物であり、クーデターによって王位を散脱したのであろうと言われている。ネフェルティの予言と呼ばれる文書によれば、アメン・エムハト一世は上、 エジプト第一県の出身であったとされる。エレファンティネを首都とする、この州の厳密な境界は、はっきりしないが、南は、ヌビアであるためアメンエム派と一斉に、ヌビア人の地が入っているという説も存在する。果てしない混乱の続いた第一中間期の終焉は、人々の間に、救世主によって救われたのだという観念を生み出した。こうした風潮を利用した第十二王朝の王たちは、 先行した第十一王朝の統一事業を無視し、文学作品を通じて統一者、救済者であるのはアメンエムハと一世であるという政治宣伝を繰り広げた。ネフェルティの予言は理想化された過去の時代である、王国時代の第四王朝を舞台にして、新官、ネフェルティがスネフェル王に予言を聞かせるという形式の文書である。この文書によればネフェルティは、 スネフェル王の求めに応じて、全土が混乱と略奪にさらされることやゲーエジプト、ナイル川デルタ地方へのアジア人の侵入のあることを、語った。そしてその混乱状態を救済するものとして、アメンエム派と一世が登場するとし、しかも、それを数百人以上前に予言されていたこととする、ことで信頼性を得ようと試みている。正当性を確保するため、また戦略的な理由から、首都が、 英ベ、古代エジプト語、ネウト、現在のルキソールから皇王国時代の首都メンフィスのそばに建設した一旅へと移さた。二つの土地の征服者という意味の名を持つ、この新首都は正確な位置が未まだ不明なままである。そして、近郊のエルリ首都にピラミッド複合体の建設を行い、旧秩序の復活者としての立場を明確なものとしていった。さらに、 アメン・エム・ハト・一世は、第十一王朝時代に任命されていた、宗教を罷免し、王室に敵対的であるとして排除された有力者の地位を勝ちさせた。これは、アメン・エム・ハト・一世の即位が、第十一王朝の政策に不満を持つ有力者の、支持を背景としたものであったためである。しかし、家臣が強大な権力を持つことは、王権の側からは好ましいことであるはずもなく、 第十二王朝の歴代王は長期的には宗教などの権力を削いでいく方針を持って統治に当たった。そして息子のセムンセルと一世がアメイエム派と一世によって共同統治者に任命された。これによって王位継承を確かなものにしようとしたのであるが、これは後に大きな効果を発揮した。アメイエム派と一世が国内基盤の整備に力を注ぐ一方で、 セムセルト一世は、対外遠征を取り仕切り、市内半島やリビア人への遠征を行った。アメイエムハト一世は、地世第三十年、紀元前1962年頃に衛兵によって暗殺された。シヌヘの物語と呼ばれる文学作品の記述を信ずるならば、その時共同統治者、セムセルト一世は、リビア人に対する遠征に勝利して帰還する途上であったが、 不王暗殺の法を受けると軍隊を残し、少数の従者と共に急ぎ首都に帰還した。そしておそらくアメンイエム派と一斉暗殺によって、王位を得ようとした別の王子を殺害し、混乱を素早く収集して、王位を保持することに成功した。共同統治者を置いたことが、王位三脱の防止に有効であることが実例をもって、証明され、以後第十二王朝では代々共同統治者が置かれ、続けた。 セムセルト一世は、不応の政策を受け継いで国内の基盤整備に尽力した。南方のヌビアへの遠征が行われ、第二球団を超えて進軍して当時、ケルマを中心に繁栄していた騎士を征服した子で、重要な均衡が確保され、騒乱に対応するために少なくても13の要塞を南部に建設した。彼は各地で熱心に建築事業を行い、現在でも、 エジプトの全域からセンウセルト一世にまつわる意が残されている。中でも地世第30年に建設されたオベリスク渡った状態のまま現存するものとしては最古のものである。センウセルト一世は晩年、息子のアメンイエム派と二世を共同統治者に任命した。これによって大きな混乱もなく、 紀元前1926年頃のセンウセルと一世の死去に伴いアメンエムハト二世の知性がれた。アメンエムハト二世と続く、センウセルと二世の合わせて50年余りにも及ぶ時代は安定した平和が継続していた。活発な建築活動が継続して行われており、また食料生産の増加を目指して農地開発が行われた。 セムセルト二世の時代に大規模な干拓工事がファイユームで着工された。ファイユームは当時ナイル川の水が流れ込んで作った湿地帯が広がり、濃厚の困難な土地であったが、大規模な堤防を築くことでナイル川からの水の流入を防ぐことが試された。この大工事は、彼の後継者、セムセルト三世の治世を経て、その次のアメンエム派と三世の時代までかけて、達成され、 ファイユームはエジプト有数の国葬地帯となった。セムセルト三世は紀元前1878年頃即位した。セムセルト三世の時代には各地の修公たちの力が再び王権を量がしかねないほどに強くなっていたが、彼はこれに対抗するために全国道を北、南、最南の3つに分割し、各々に交換会議を設置して、 宗教を統制するという制度を築いて内政の安定を実現した。彼の知性の間に各地の宗教が建設する墓などは目立って縮小、減少しており弱体化は明らかである。さらに特定の役人に権力が集中するのを防ぐために一つの事項を決定する際に必ず複数部門が関与する方式を取った。そして、 南方のヌビアに対する支配をさらに広げるべく、数字にわたるヌビア遠征が行われた。これらの遠征は成功のうちに終わり、セムセルト三世は、自らの勝利を悲文で高らかに歌い上げている。彼の南方に対する関心は、建築面でも現れ、かつて王国時代に作られた運河の改修工事を行い、征服地の境界を示すための記念碑を建てた。さらに、 自分の子孫たちに対し、征服した領土を守るべく訓告を残した。このセムーセルト三世が、紀元前1841年に死去すると、前年に共同統治者に任じられていた、アメイエムハト三世が即位した。アメイエムハト三世の知性は、第1二王朝の繁栄の絶頂期であった。上述のファイウムにおける、干拓事業が完成したのは、 彼の時代であり、農業生産は飛躍的に増大した。アメンイエム派と3世の記念物は、市内半島方面に多く見つかっており、エジプト本国には少ないがその理由は定かではない。彼が建設した巨大な総裁殿は、クレタ島のクノスソス宮殿とよく比較され、本物のラビリントスなどと形容された。このような大規模な建築は、当時の経済的繁栄を伝えるものである。 アメイエムハト三世の死後、第十二王朝の王権は、急速に不安定になった。次の王とされる、アメイエムハト四世についての記録は、ほとんどなく、彼は単に共同統治者であったのであって単独で、直したことはなかったのかもしれない。アメイエムハト四世が短期間で死去すると、王妃、セベクネフェルが政権を握り、後に正式に王として即位して、女王となった。 しかし彼女についての記録も乏しく、間もなく、第13王朝へと政権は移行した。女性が王となるという事態は当時としてはやはり得意なことであり、王位継承に関して何らかの問題があったことが伺われる。しかし、第13王朝への交代はそれほど大きな混乱は伴わなかったらしく、第12王朝によって確立された国家制度は、第13王朝に引き継がれた。 その年代は、紀元前1782年頃であった。第十二王朝時代には、皇王国時代以来のピラミッド建設が復活した。首都となった一多の近郊、エルリ首都を中心に、ピラミッド建設が行われた。これを建設するための建材として、ギーザやサッカラ、ラハシュールなどの既存建造物の建材が大量に再利用されている。 第12王朝で建設されたピラミッドの中には、皇王国時代末期のものより大きなものもあったが、建造物としての構造は、かつてのピラミッド群と比較した場合、粗雑そのものであった。ピラミッドは、霧石で作った核壁の間を、荒石や日干しレンガで埋め、外装の石灰岩で覆うという形式で建てられた。皮肉にも彼らがそうしたのと同じように、 ピラミッドの外装用石灰岩は後世に別の建造物を作るために盗み取られた。そして内部構造の粗雑さゆえに外装を失ったピラミッドは芝叩く間に崩した。このため第十二王朝時代のピラミッドは今ではほとんど原型を留めておらず、遠目には単なる土山にしか見えないものが大半である。大型の王墓も造営されたが多くは洞窟を受けている。 センウセルト2世やセンウセルト3世は、洞窟を回避するために、自らの応募の入り口を隠した。アメイエムハト3世の墓に至っては、迷路や落としと、スライド式のパネル、隠し部屋などが設けられ、埋葬後には墓が埋められた。しかしその巨大さのゆえに、彼らの墓泥棒対策も無駄な努力であった。 ただし王妃などの墓の中には一部の副葬品が残されたままであるものも発見されており、黄金や宝石で飾られた美しいアクセサリーが発見されている。代表的なものはセムセルト三世の王妃メリレトの墓や彼の妹サート・ハトホルの墓である。数多く作られた要塞の遺跡はいくつも発見されており、当時の軍事技術などを知ることができる。 第十二王朝では、全王の存命中に共同統治者として、後継者を即位させるのが慣習となっていた。以下に示す王の在念は、共同統治者として即位した年から始めているため、年代が重複する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。